い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は右足からフラッステップフラッ、ちょっと移動しながらいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。したらシャッフル、ホップ、ステップ、シャッフル、ホップ、ステップ。アイリッシュステップのシャッフルが始まります。シャッフル、ホップ、ステップ、シャッフル、ホップ、ステップ。で、今回は最初は足をクロスして後ろ、この次も足を外に開いてから横にシャッフルして後ろで戻ります。ゆっくり、せーの、もう一度、今度は横から回して戻す。で、2回目の時にポン、ね、シャッフルホップステップという動きがシャッフルホップヒールスタンドに変わります。その際はちょっと移動したままでしょうがないので、そこで待ってて大丈夫です。最初からゆっくり、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、一緒にやってみましょう。5、6、7。3エンド目から、ね、少し横で A1 で終わってます。そしたら足を戻してステップ。で、今度反対でシャッフル、ホップ、ヒールスタンドに乗って戻して、もう一回。で、今度最後はトントン、ヒールスタンド前前で乗ります。そしたら浮いてる足から引いて引いて、でまた戻します。ちょっとここまで整理しましょう。 A1、2、3、4、5、6、7 A1、2、3。 そしたら真ん中に戻って変更を2ステップいきます。5、そしたら後ろの足から5円だ、裏から、はい、ちょっと難しいんだけど、ファイブエンダー、バックブラッシュ、ホップ、ステップ、ヒールスタート、正面、ポーズ。この時にちょっと裏から入るってね、難しいね、リズムになるのと、あとね、最初の2ステップで真横を向いて、4分の3、うまくね、正面に戻れるように足の運びを気をつけてやってみてください。では、3エンド目からゆっくりやってみましょう。5、6、A1、2、3、4、5、6、7 A1、2、3、4、5、6、7 A1、2、3、4、5、6、7 これを一緒にやってみましょう。 頭から通してやってみましょう。 5、6、7 1、2、3、4、5、6、7 A1、2、3、4、5、6、7 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 これを一緒にやってみましょう。アイリッシュステップ、ね、たくさん使ってます。どうしても、ね、アイリッシュステップの場合、間にホップが入るのが特徴なんで、
見ててもね、体がこうバウンスしてすごくね踊ってるように見えるんですよね。ただね、使い慣れてないとどうしても、ね、ホップが入らないで足を置いてステップになっちゃう場合があるので、ホップに気をつけながらやってみてください。それではメタドームに合わせてやってみましょう。右足から5、6、7、一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。やりましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやりましょう。5、6、7。
基礎レベルの振り付けをお伝えしました、先ほども言いましたけどアイリッシュステップで、これはね僕も結構好きで使うんですけど、やっぱりね体がずっとこうねシャッフルステップでこうね頭が変わらないに対してこう結構弾みがあって踊ってる動いてる絵がたくさん見えるんですね。ただ途中でホップを入れるのはすごくね難しいので、気をつけながらねこの機会ぜひアイリッシュステップね、どんな状況でもね、どんな足の運びでも使えるように練習してみてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。